チャオ、あっちゃんです。今日セブンで今丸からちっちゃい唐揚げなんや、あれみたいなやつ、唐揚げくんみたいなやつ、がね、1個60円1個売りしてんだけど、1個60円のやつが、1割引き54円であって買ってきました。結構ね、大きめ、これぐらい、ガチャのグーと比べてこれぐらい、あんま比較にならへん結構大きめやねん。何と比べよう、目薬と比べるとこれぐらいこれ、食べたいと思います。はい、どう、結構そのサクサクで牛脂、味はねこんなに濃くもなく、唐揚げくんちゃうわ、揚げ鶏、味は揚げ鶏に近い感じで、セブンの揚げ鶏ね。ただ揚げ鶏1個やったらちょっと夕方小腹空いた時に重いんだけど、これぐらいやったら大丈夫、1個ぐらいやったらその全然なんてかないから、ちょうど夕方ちょっと小腹空いた時、1個60円で、これいいおやつになるかなと思います。ほらありじゃないのかな。はい、おいしいおいしい、味ね、ちょっとほんのり生姜効いた醤油味って感じだけど、60円で、結構、満足できます。ということで、よかったらセブンの、丸から食べてみてください。はい、で結構これ1個60円やから、1人2個とかだから120円で買ってきて、サラダじゃ唐揚げとサラダつけたら晩ご飯になるかもわかんない、手抜きやけどね、そういうのもありかもわかんない、自分で鶏さばいて揚げていくんやったらね、大量に作るんやったらじゃあ普通に作った方が安いけどもね、ちょっとこう、お惣菜感覚で晩ご飯にとかにもありかもわかんないです。はい、おやつに晩ご飯によかったらセブンの、丸からぜひ一度食べてみてください。ではまたね、バイバイ。